どうもジャクロでございます。イフトボールポイント最新情報ということで、今回はですね、今週イフトボールポイントが大量に獲得できるということで、この動画を見ていただいて逃さず獲得していただきたいなと思います。はい、そしてですね、1月13日にイフトボールポイント連携おまとめキャンペーン、これがね終了してしまいますので、まだね連携してない方はお早めにしていただきたいなと思います。でイフトボールポイントの連携などの増やし方などについてはですね、2本動画出しておりますので、まだね獲得してない方はですね、概要欄の方から動画の方を見ていただいて、イフトボールポイント獲得していただきたいなと思います。まずはですね、お知らせの方から見ていきたいと思います。はい、お知らせのですね、今週土曜日開催、勝敗を予想して300イフトボールポイントをゲットと書いてありますが、まあ、これをですね簡単に説明していきますと、まあ、今週のイフトボールプロの試合の予想をしていただいて、勝敗をね的中させると300イフトボールポイント、外れた場合も100イフトボールポイント獲得できるので、必ずこの予想はこちらからというところから飛んでいただいて、予想していただきたいなと思います。で応募期間はね全然今からでも間に合いますので、ぜひねやっていただきたいかなと思います。受け取り条件などもね、まあ、しっかり見ていただいて予想の方をしていただきたいかなと思います。はい、続きましてeイフットボールオープンとございますけれども、前回が12月7日にマッチデーが来てたと思うんですけれども、まあ、今週もやってまいりました。はい、これをね簡単に説明していきますと、まあ、これはエントリー不要でマッチデーをプレイすることによってもらえるイフットボールポイントが多いマッチデーとなっております。で今週はですね、イフットボールオープンラウンド1からスタートしまして、イベント報酬で合計で400イフットボールポイントがもらえます。でさらにですね、2000イベントポイント、まあ、最低2引き分けぐらいかなを達成することで、イフトボールオープンラウンド2へのね参加権が与えられますということで、まあ、このラウンド2に進むためにはですね、最低2試合以上で2引き分け以上するとですね、ラウンド2に進めます。でこれはね、ラウンド2への参加権が与えられてないと、このマッチ勢のところにラウンド2表示されませんので、必ずね、まあ、2試合この2000イベントポイント必ず貯めるように、していただきたいなと思います。でこれのねスケジュール等のね大会概要を簡単に説明させていただきます。はい、ということでこのラウンド1なんですけれども、前回ね12月7日にこのイベントがあったかと思うんですけれども、前回はねラウンド2がなかったんですよね。今回のマッチデーに関してはラウンド2がございます。はい、このスケジュール通りなんですけれども、1月11日から1月17日まで、となっておりますが、水曜日までとなっておりますので、こちらの方間違いないようにお願いします。この辺ね間違いないようにお願いします。でこれをですね、イベントのラウンド2の参加条件を満たすとですね、次がですねラウンド2が1月15日から1月17日の間にですね、達成した方はイベントが表示されます。モバイル版の方はですね、今週の日曜日から金曜日の間にイベントが表示されるかなと思います。で次回のねスケジュール等もね確認していただいて、この週はですね必ずイベントに参加していいフットボールポイントもらえるようにねしていきたいかなと思います。はい、でこれ英語版のね、表示になるんですけれども、まあ、これはですねラウンド1の説明で、2000ポイントイベントポイントを達成してラウンド2に行きますよという話ですね。でイベント報酬が、まあ、400ポイントだったり100ポイントだったりするわけなんですけれども、これね PSO 版と PC 版に関してはイフトボールポイントの獲得ポイントがちょっと違うみたいなんですよね。まあ、アプリ版の方が多分たくさんもらえます。で PC 版 PSO 版 XBOX 版に関してはポイント数が少ないので、こちらの方もお気をつけください。でこれラウンド2のね、まあ、英語の表記なんですけれども、まあ、ラウンド2を勝ち抜けるためにはですね、まあ、5試合中12ポイント獲得するって書いてるんですけれども、これはですね勝ち点の話ですね。試合に勝利すると勝ち点3、引き分けだと勝ち点1ですね。まあ、これは現実のサッカーと同じかなと思います。なので5試合中、まあ、4試合ぐらい勝たないと次のイベントに進めないという形ですね。はい、なので3勝2分けでもいけないですね。11ポイントになってしまいますので、5試合中4試合勝つか50位以内に入るのどちらかになりますので、まあ、それをクリアできた方は次のラウンドに進めるという形でございます。ただね、まあ、このラウンド1ラウンド2に関しては何回かチャンスはございますけれども、今週ねこれ達成できなかったとしても次回以降ねまたチャンスございますので、なるべくこれを目安にですねラウンド2は勝ち進んでいただきたいかなと思います。でラウンド2に関してはですね、1ゴール500ポイントで
で、この、まあ、勝率といいますか、5試合中何試合勝ち点を取ったかによってまたポイントがもらえます。そして順位ポイントももらえますので、まあ、勝ち進んだ方にはですね、まあ、さらにポイントがもらえるような形になっております。はい、ということでアプリに戻りまして、実際にねマッチデーの方見ていきましょう。はい、今回はいつもはねスカットとか紹介してたんですけれども、今回はねポイントの確認のみやっていきたいなと思います。で、まずこれが e フットボールリーグで、これがですね400ポイント e フットボールポイントがもらえます。で、残りはですねいつもと同じ感じですね。で、続いてこれがオープンラウンド1、こちらの方が、先ほど説明した e フットボールオープンの、予選ラウンドになりますので、こちらの方はね必ず達成していただきたいなと思います。で、こちらもですね、400ポイント、1試合するともらえると思います。で、これで、この2000ポイントのところまで行くとですね、先ほど言った第2ラウンドに参加できますので、ここまではねぜひ達成するようにしましょう。で、マッチデーの、カスタムマッチローマラツィオですね。で、これも e フットボールポイントが200ポイント。そしてプリセットチーム、これもですね e フットボールポイントが200ポイントもらえます。はい、ということでとりあえず今週のマッチデー、イベント達成することによって合わせて1200ポイントプラスですね、先ほどの勝敗予想をすることによって300ポイント合計ですね、まず月曜日から水曜日までの間に1500ポイントもらいます。で、 PC 版 PSO 版のマッチデーをクリアすることによってもうちょっとねもらえるかなというところで、だいたい全部ねやっていただきましたら、まあ、2000ポイント弱ぐらいは、もらえるのかなというところですね。そして第2ラウンドまで勝ち進んだ人はですね、さらに、まあ、勝敗そして得点数によってこの e フットボールポイントが増量すると、まあ、多い人はね3000ポイントとか4000ポイントとか、獲得できるんじゃないかなというところでございます。はい、そしてもう一つねお知らせがございまして、はい、この e フットボールポイントの交換ですね、選手で新しい選手登場しております。はい、この間ねアイコニックも追加になってるんですけれども、はい、新しくですね、ウィリアン選手そしてアンスパティ選手、この2名がですね追加で搭載されております。まあ、前回のレバンドフスキ選手とか、まあ、そういった感じのニュアンスだと思います。はい、なのでアンスパティ選手はね特に、能力値非常に高いので、ガチャでねゲットできなかった人は1500ポイント使えば、獲得できるかなと思います。はい、ということで今週はですね e フットボールポイントを、大量に獲得するイベントが、たくさんございますので、逃さず、獲得して、まあ、アイコニックですとかアイテム交換などをしていただきたいかなと思います。ということで今回は以上でございます。次回もウイルアプリ2021で会いましょう。さよなら。